わかわかかかわかい世紀に郷に面の賢者がいるらしい。イエイ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 。こんにちは、土の子です。さあ今回ですね、このわかい世紀になんと5人目の賢者のヒントがあるかもしれないっていう、そういうことでちょっと入れるようになったんでね、行ってみたいと思います。それでは遺跡の方に行ってみましょう。こう浮いてんだけど大丈夫なのかな。でも浮いてても私大丈夫なんです。浮いてても行けちゃうんです。行けるかな。あ、ここダメなのね。なるほどね、なるほどなるほど。あー濡れて、あー濡れてダメだった、濡れてダメだ、濡れてダメだ、ダメだった。ちょっと空洞になってるっつったよね、そういえば。はあ、ここから上がればいいってこと？ちょっと行ってみるか。スーン、空洞、おおおお、なっとるなっとる、出た出た出た、あったあったあった。はい、輪っか遺跡の石板ゲット、よし、これですね、僕が知りたかったもの。これが輪っか遺跡であってんだな。よし、じゃあこの石板を見せると、えい、ほい、おーい、どう？あれ？誰に渡せばいいの？見間違えたと思うんですけど、リンクさん先ほど遺跡の中にスーッと写しを見せる。そうだ、これだ。ほら見て、何ですかこれ。まさかパヤさん、カリユーさんもこれを見てください。やりましたちょ、ごめん斜めで。これはもしや浮遊輪っか遺跡の中、石板もはっきり確認できます。他の輪っか遺跡と同様にゾナー文字が刻まれているいますね。解読してみましょう。ゼルダ約束の賢者ミネル、何運いて記す、何と鍵を隠す、魔王討伐ウガンヌを託すですかね。何との後がうまく解読できませんが、ミネルというのはどうやら人の名前みたいです。そうそう、ミネルを探したいんだよ。どの石板でも 見たことがないですぞ。気になる記述ばかりですな。他にも重要、特に重要な情報が書かれているようですね。その南東の跡なんですが、竜の地ではないでしょうか。おお、確かにパーヤさんのおっしゃる通り、ここは南東竜の地ですね。お手柄です。竜の地とは、お手柄、南東竜の地。そういえばハイラル南東の亜熱帯フィレオネ地方には太古の遺跡が数多く残されたゾナウ遺跡群がありましたな。遺跡には他では見られない竜の意匠が施されていたはず。んフィレオネのゾナウ遺跡群だわいさ、示してる可能性が高いですだ、大手柄です。んおお、太郎くん今何と言ったかね。太郎くんじゃなかった、タウロだった。それじゃなくてその後だよ。おお、なんとかって大手柄だですか。おお、大手柄、大手柄と言ったのか。そうか、私の大手柄、良い響きだこの石板に書かれた内容をつなぎ合わせて解釈すると、ゼルダ姫様と同じ名の人物が関わるのがゾナウ遺跡群に残されている可能性が高い。これは行ってみるしかないですね。よし、カリウさん一緒に来てください。もちろん行くとも、任せたまえ。ゾナウ遺跡群に南西へと進み、はい、ホプラー高地の眺望台に調査拠点を設けましょう。あそこですね、わかりました。よし、早速行っちゃうぞ、新たな発見を求めていい感じだ。さあ次はじゃあ遺跡群で竜の地行ってみましょう。行ってしまわれましたね。お二人ならばきっと大丈夫です。お二人負けぬようゾナ文明についてもっと勉強しますね。やはり気にかかるのが本物のゼルダ様の行方。この村を離れているわけにはいかず、
お祈りするばかりです。インパどこ行ったんだろう。そういやインパ全部調べてから、あれインパ、これ違った、あ、絵描き、お絵描きしてる坊やがインパに見えちゃった。背がちっちゃいからかな。まあここいなかったらちょっとすぐにさっと行っちゃいましょう、次の眺望台のとこ。あ、でもいるな。これは今思えばあのような大きな遺跡が5つも落ちてきて怪我人がなかったというのは奇跡としか言いようがありません。輪っか遺跡に夢中になりすぎるのは困ったものですが、しっかり見守っていこうと思います。じゃあいるんじゃないこれ。どれどれ、うん、いないはあ、いない。あれ、なんかちょっと場所違うのかな。あれ、また出しっぱなしあれ、あ、インパ様いらっしゃらないどこいんだインパ、どっかで隠居してるのかな、もしかして他のとこ。まあいいか。じゃあ眺望台のところにって言ってね。さてと、ここでここにいるのかな。ふう、疲れた。おお、君も来たのか。なら歓迎しよう。見たまえ、ここが調査拠点だ。ほんの少し見劣りするかもしれないが、ここを中心に調査活動を行うことになる。早速ゾナウ遺跡に向かったよ。カズリュウ湖のあとこあれから、調査を始める。なんと進めばたどり着くはずだ。ちょっと行ってみましょう。じゃあ少し休んでから向かうとしよう。なんとカズリュウ湖、そちらに向かって行ってみたいと思いますが、どこなんだ、これかあのなんか煙が出てるのは関係ない。ちょっと一旦でっかく落ちるか。あれ、祠あるな。ちょっとじゃあ祠からスタートして、この祠近いもんね。行きましょう。祠は開けとくべき。よし、自由小梅の祠。よし、はまる形。なんだ、何がはまるんだろう。ふーん、なるほど。ほいほいほい。あ、滑ってってる滑ってってるいいですね。おーおーおお、行ったりましたよ。イエーイ。危ない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 危な。そして、あ、なんかツルツルツルって滑っていっちゃった。はあ、なるほど。なんか箱にしたらいい、あ、いやー、どうだろうな。これで、はいはいはい、まあモノレールみたいにはまる形、モノレール作ったらいいんだと思うんだけど、どうなんでしょうか。よし、これは大丈夫っすよね。サクッとサクッと取っちゃおうと。滑らず薬、よし。さて、これはまあ OK として、はいはい、まあ次ですね。これが多分ぴったりはまるように、これでどう？ちょっとの誤差は多分許容範囲では。ほら怖いな、ちょっとちょっと怖いっすね。はい、モノレールでございます。できた、モノレールできました。さあ次は上に登んなきゃいけないのかな。はい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 、これがあるんならまあまあまあ。でどっちに行ったらいいのこれ。なんだ、あー、こっち、何あれちょっと待って、あそこどうなってる。はいはい、
ちょっと待って、行かないで僕置いていかないで、ちょっと、あはなるほどなるほど、わかりましたよ、あれでわかりました、これは真ん中を通っていけですわ、なるほどね、そういうことでしたか。ちょっと待って、ここでこの穴がどんぐらいなのかをちょっと測らないと、この隙間を、こういうことでしたね、はい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 、はい、それじゃあ行ってみますか、よろしくちょっと怖いけど頼むぜ。嘘だろマジかあそこ、あ、真ん中に棒が必要なんだな、多分真ん中棒があったらそんなことにならないんだよ、はいはい、頼む頼む、これ間に入ってくれ、ちゃんと頼むよ、よし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 、バランスバランス、きた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 、やったぜ、これはもうミスらないでしょ、さすがに怖いな、ちょっとジェットコースター怖いな、ジェットコースター怖いよこれ、あああああ、大丈夫はい、いけました、あーよかった、よし、さてそれじゃあ遺跡の方行ってみましょうか、あそこのここいいのかな、焚き火してるし、どうなんでしょうか、いるかな、ちょっとお話を聞いていかないと、闇雲に進むだけではちょっと怖い、カリーユさんへ、どうやらこのゾナウ遺跡群でも天変地異の影響があったようです、このテントのすぐ前に長い柱状の遺跡が見えるかと思います、この辺りにあんな遺跡はなかったはずで調べてみたところ、柱の根元部分が開き奥へと続く通路を見つけました、これは新発見です、通路の奥を調べに行ってきます、カリーユさんもすぐに来てください、タウロ、なるほど、テントの前に長い柱のどれ、これじゃないよね、ちょっとごめん、話あんまり聞いて話あんま聞いて、読んでるけど話あんま聞いてなかった、すぐ前に長い柱で遺跡が見える、柱の根元部分が開き、柱の根元部分、柱の根元部分が開き、ここ、これじゃない、もしかして、これではない、待って、柱の前にこれか、これもうちょっと詳しく教えてくれないかな、これ、あいた、ちょっと邪魔ですよ、あ、あれか、え、ちょっと待って、どっち、これ柱、あ、開いてくれて、逆だった、逆だった、こっちだった、あぶねあぶねあぶね、間違えるとこだったぜ、あ、いるじゃん、おーい、やっぱり来てくれましたね、輪っか遺跡の大発見をしたあなたならきっと来てくださると思っていましたよ、実はこの遺跡でも新しい発見があったんです、これを見てください、文字が記されたゾナウのレリーフです、この衣装は間違いありません、こんな美しい状態で残ってるなんて奇跡、いや、あるいはこれも高度な技術の賜物かもしれません、ある程度読み取れるまで取れるので解読してみたんですが難しくて、はあ、詩にも思えるのですが何かの暗号なのでしょうか、リンクさんにも分かるように読んでみますね、はあ、
大口の大蛇に沿い長き首の竜に眠る雷光の衣をまといて、ちょっと待って、雷光の衣をまといてと書いてあります。大口の大蛇に沿い長き首の竜に眠る雷光の衣をまといて、うん、この遺跡の目印になっていた長い柱、竜の衣装をしていましたよね。でも大蛇の衣装というのは見たことがありません。大口の大蛇とは一体。そういえば数竜川を大蛇に例えた歌があったと聞いたことがあったような。暗号はまだ続いています。なかなか難しいですね。シリオの祭壇にゾナウエネルギーを捧げよ。文字は解読できても意味がわからないですね。ゾナウエネルギーとは一体、シリオの祭壇とはどこに。この暗号に隠された謎が全て解ければさらにすごい発見があるそうな気がしますね。もう一つ気になっていることがありまして、実はこの遺跡の奥でもう一つゾナウの遺物を見つけたんです。形状からすると宝箱のようなものだと思うんですけれども、開けられなくて、はあ、暗号の謎も解けない、箱も開かない、どうすればいいんですかね。待ってね、僕が開けてあげるから。何が入ってんのかな。パカーリ、雷光の服、あ、これですね。これを着てっていうことだよね多分ね。おい、これだったよ、見て。何かあったって顔をしてますね。宝箱みたいな異物が開いたんですか。何が入ってたさね、見せてほしいわいさ。しょうがないな、ほらこれさ。それリンクさんが身につけてるものって、レリーフに掘られた人が着ている衣と同じものじゃないですか。一体どこで見つけたんですか。そこだよ、さっきの話した箱の中にあった。ということはつまり神話時代の衣、すんごい発見さね。レリーフに彫られた人の姿と見比べると足りないものがありそうな。同じように衣の入った宝箱が他にもあるのかもしれません。頭もあるね、あ、足も。でも闇雲に宝箱を探すのも大変ですし、探し物に便利なからくりを作ってると言ってましたから、監視トリデに戻って相談してみるのも良さそうです。あー、突然戻される。監視トリデにね、なるほど。じゃあ戻りますか。ロベリーさん、グッモーニー。マストアイテム、ここらを感知するセンサーを使えるようにしてやりたいんじゃが、プロパッド研究所にリターンせんと難しいの。プロパッド研究所に行ったんだけどな。あれ、ロベリーさん、ちょっと待って。あら、おい待て、あれ、ロベリーさんに、え、ちょっと待って、ロベリーさんにって言わなかった。タイジャン、それ雷光の剣をまといて尻尾の下でゾナウエネルギーを捧げよう。いや、こっちもしかしてやんなきゃいけないのかな。ロベリーさんの話通じないぞこれ。祠を感知するセンサーいいね。え、プロパッド研究所に行ったと思うんだけど。センサーだけに改良できるじゃろう。果ての村さらに端っこ、偏僻な場所だが最先端。ジョシュアちゃんの、これやんなきゃダメってこと、もしかして。ゾウの神殿の場所、これちょっと大変ですね。これゾナオの不思議な力、なるほど。これ全部やんなきゃいけない感じですかね。このじゃあ一旦これはまといてゾナエネルギーを捧げようだよね。あれ、もしかして雷、これ、あ、雷電気攻撃なんだ。エレキガードつけよう。ちょっと待って、エレキガードつけ、あれ、エレキガードつけてもダメなのこれ。あれ、エレキガードエレキガードつけたんだけどな。マジっすか、ボロボロにされちゃった。あチュンってチュンってやられちゃった。ちょっと待ってよおい、きつすぎやろここ待って待って待って、どうしたらいいどうしたらいいこれ。あー、待って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 、マジ？うわ、最悪もうなんだよー。
あ、やべ。やべ。いい感じ。行くぞ。ここやって馬宿でちょっとお話聞いて終わりかな、今日はな。うつ初期の祠。縦に横に。なんだ？うん。はい。すーコトン。はい。まあこれはね。まあこれは。さあ次は？縦に横に。これも同じじゃん。あ、でもなんかこれがあると。はいはいはい、ちょっと足りてないのかもしれないな。これをどこにやったらいいんだろう。でかくしたらいいんじゃない、これ。ドーンって。ほら、あー、ちょっと待って、ほら行くぞ、ほら、ドーン。ほら行った、イエイ。さあ次は縦に横にで、こっちまで行くとクリアで、ここがあってで、向こうが行くとどうなるの。ふんふんふん、この鉄板でってことね。なるほど。これはこうした方が強くない？これが横にっていう所存じゃないですか、これ。ほら。ほら。トンカチの。ほら、行くぞー。ほら。あ。ちょっと待って、あ。待って。これ、ど真ん中行ってないとダメじゃん、これ。ど真ん中、うい。おかしいな。じゃあちょっと、はい。スカッタ。スカってんのこれ、マジ。これつけたらいいんじゃない。はい、できそうできそう。ほら行くぞ、ほら行くか。ねえ。ちょっと待って。てこの原理。ほら。入った。そして。おお。トロコが降りてきたよ。はいはいはい。え？どういうこと？あ、それでこれで押せってこと？こうってこと？こういうこと？はい。いけるかな？あ！どうやって行ったらいい、あれ。え、どうやって行ったらいいの。え、ちょっと待って、分からんかった。ん、あんなところに。ちょっと待って。はあ、いけない。あ、死んだ。くっそ。え、どうやっていくんだあれ。いや、こんなの持ってったら多分運べねえぞ。どうなる。あ、一応止まるんだ。これ終わっちゃいける。いけるわ。イエーイ。
取れました。どの取り方が正解なんだろうね。忍び薬。これいけるんじゃないのこれ。こっから。あ、いけるわ。いけたわ。まさかのいけた。イエイ。よし。あと一個ね。さてと、じゃあちょっと馬宿に顔出して今日は終わりましょうか。ちょっとお宝探しセンサーみたいなの欲しいけど、どうしたらいいのかちょっと分かりませんね。これはなんかイベントあったら次回にしましょうか。高原の馬宿、ゼルダ様の声か。よう相棒、噂を聞いてきたのか。こんな固い仲間で来るとは心意気を感じるな。ゼルダ様らしきお声を聞いた。そんな垂れ込みを小鳥ちゃんからもらって飛んできたんだが、どうも様子がおかしい。夜になるとアラフラ平原で声が聞こえるというんだ。武器消て、武器消て、そう聞こえるそうだ。いかん、鳥肌が立ってきた。不気味な声を聞いた旅人たちはみんな恐怖のあまり腰を抜かし、武器すら放り出して逃げてしまうらしい。本当にゼルダ様の声かどうか、何が目的なのか、行くしかないだろうな。やっぱり不気味な声なんかやっぱありますね。じゃあちょっと次回そっちやりましょうか。怖がりか。俺は怖がりだ。一緒に行動しようじゃないかということで、なんかじゃあ挑戦者もあるし、なんかいろいろありそうなんで、じゃあ今回ここら辺で終わっておきましょう。じゃあアミーボの方出して終わりましょうか。はい、ということで今日はね、一個もいいものはありませんでした。ということで次回この馬宿からスタートしていきたいと思います。よかったらまた次も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。